タンジャーブール県は、インド南部のタミル・ナード州に属する30の市県の一つ。県庁所在地はタンジャーブール。タンジャーブール県は、タミル・ナード州の中東部に位置し、北東側にナーガッパッティナム県、東側にティルバールール県、西側にプルッコー体県、北側には、コッリダム川を挟んで、ティルチラーパッ県とペランバールール県と接し、南側は、 ポーク海峡で海が広がっている。平坦な北部はカービリカーとその分流コッナム側に挟まれたカービリ、川三角州の一部であり、両河線とその他の分流が東西に数多く流れている。そのため土地は極めて肥沃で、細かく組織化されたダム、運河、用水路によって考えされて、主に米が栽培されている。また、開墾された田んぼの広がりには、 ココナッツ畑の林が点在し、タミル・ナード州の中でも、有数の生産量を誇る。この三角州地帯はこのため、南インド国層地帯と呼ばれ、インド全体で見ても、人口密度がかなり高い地域である。県の中心都市であるタンジャーブルは、県中央部のカービリ川南岸に位置する。このか、クンバコナム、ムドックール、パーパラーシャム、センマンクディ、 スワーミマライ、ティルバイヤール、パットゥッータイ、ペーラブラニ、オラッタナード、ティルビダイマルドゥル、ティルボーナム、アディランパッティナムといった都市がある。1968年のタミルナード、州発足以前のイギリス領インド帝国マドラスカンク時代から存在する。マドラスカンク時代は、タンジョール県という英語名が正式名称であった。タンジャブールのプリハーディシュワラジーンタンジャブールの プリハディシュバラ寺院に刻まれた壁面レリーフの一部、タンジャーブール県の北部には数多くのヒンドゥー教の寺院があり、創建も古いものが多い。それらのほとんどはチョーラ朝によって建てられたものである。タンジャーブールは9世紀から11世紀までチョーラ朝の首都であった。インドの世界遺産の一つに数えられるプリハディシュバラ寺院もタンジャーブールにある。タンジャーブール県は カルナーアティック音楽の中心地の一つである。ティアガラージャ・アーラーダナ祭りが、タンジャーブールの北方 13km にある、ティルバイアールにおいて、カービリ川の堤防で、毎年1月に開催されていて、インド全土から多くの音楽家が集まる。カルナーアティック音楽と深い関係にある、著名な舞踊のバラタナーティアムも盛んで、その起源はタンジャーブールであるとする説もある。 かつては、タンジャーブール県にある寺院において、王や寺院の講演により、バラタナーティアムが盛んに演じられていた。このほか、タンジャーブールは、工芸でも有名で、神を描いた布やガラス工芸、石彫りや剣細工が作られている。ありがとうございます。